で、これが井伊大郎の、奉公人の証言ですね。が出ています。あとは、そうですね。またこれが、総合で出たやつが、これが出ていますし、まあこれ一番ですね。井伊大郎、警護の武士が逃げたということなんですが、という感じですかね。何か気になった記事なんですが、まあ上の方から見ていくと、5番目ですね。国定公園。オホーツク海岸のサロマ湖周辺で先日行われたマラソン大会で、コースの一部となった北海道北見市、鶴路上路町というんですが、若狭花園内の花が大会関係者によって踏み荒らされたことが分かったというふうに書いてあるんですが、で、文章の最後には、北見市の塚本副市長は申し訳ない、来年以降の対策を指示したと話し、北海道新聞社は主催者の一員として遺憾に思う。遺憾に思う。申し訳ないと思う。遺憾に思う。まあ、と思う。大会実行委員などを通じて再発防止を努めたいというふうに話したそうです。そうですね。11番目なんですが、三原候補、富士登山の谷島さん、何しに行くんですかというんですが、三原氏はライバル候補の谷氏がこの日、富士登山すると聞くと不思議そうに、何しに行ったんですか、トップ当選狙ってんですかね、私はビリでも通りたいですよと、立場の違いを強調、女優辞めて命がけで臨むと、三原氏の目には余裕のパフォーマンスと映ったようだというふうに書いてあります。秋葉原駅前では、子宮頸がんワクチンについて20代の女性が三原氏に質問。遊説中にもかかわらず、今世丁寧に応じ、三原氏の姿勢に歓迎した様子で引っ張り出されて、やわらちゃんと違う覚悟を感じましたと、投票を約束したというふうな感じなんですが、まあ、質問するのは結構難しいのではないかなと思いましたが。そうですね。で、一回ここで切りたいと思います。あと、そうですね、下の方でもないんですが、堀内氏12番目ですね。封印解いた政界でも芥郎という記事なんですが、そうですね、最終演説でマイクを握った堀内の口から懐かしいニックネームが聞こえたというふうに、かつて野球界の芥郎と言われました、勝負したい国会という場所で堀内をもう一度暴れさせてください。これまで封印していた芥郎の3文字を最後のお願いで初めて名乗ったというふうに書いてあります。で、文章の最後は、出馬表明以来、無給で駆け抜けた80日間、31都道府県、33,637キロに及ぶ旅を終えた。体力に自信がついたよ。最後の最後は東京ドームの前の事務所で挨拶、完走した62歳に拍手が送られたというふうに書いてありますね。で、あとは16番目、公明、山口代表、民主と連携考えていないというふうに書いてあるんですが、民主党は国民の信頼を得られなかったということだ、その民主党と連携することは考えていないと明確に否定したというふうに書いてありますね。
これぐらいですかね。ここで一回切りたいと思います。